台北市にある中華民国総統府中華民国の首都は1912年の建国以来多くの都市に移されてきた。最も新しいのは1949年12月7日の台北市への遷都である。これより前では北京と南京は前後して中華民国の首都となり10年以上に達した。この他、 国民政府時代に第一次上海事変が勃発した際には落葉に行都が置かれた。日中戦争の際の臨時首都は重慶に置かれバイトであった。中華民国政府が台北に移って以降、台湾のその他の都市に遷都する議題が提出されている。中華民国の歴史を見渡すと、明確に首都の位置を定める法令は存在せず。 政府の公文書においても常に首都が所在する都市が明確に記されているわけではない。一般的には中央政府所在地が首都とみなされている。国境内戦時における中央政府のルテン系エロズ。なお、最小市に移ったのは西南軍政長官公所と国防部の一部機関。南京市に現存する旧総統府の正門、総統府の文字が掲げられている。 中華民国の首都は1931年6月1日から1947年12月24日までは法律で南京と明示されていたが1947年12月25日以降は正式な首都がどこか法律等で明確にされていない。また1949年12月7日以降は中華民国の中央政府機構が台北に置かれているが 中華民国政府は歴史的な経緯から台北市をあくまで臨時市とあるいは戦時市ととみなしている。以下、中華民国における首都の変遷について述べる。1912年1月1日の建国時に孫文は中華民国の首都を南京に置いたが同年3月10日に北京政府が成立すると市とは北京へと移された。その一方で、 北京政府に対抗する国民政府が1925年に甲州で樹立されると、北伐を経て1927年4月に中央政府を南京に移転した。これにより、中華民国は一時的に首都が2カ所となったが、第二次北伐によって1928年6月3日に北京政府が消滅すると、小解析政権は6月15日に、 北京の名称を北平へ解消し、北京が首都でないことを明確にした。その後、小解析政権は1931年5月12日に憲法制定までの基本法として中華民国燻製時期約法を制定するが、同法第五条で中華民国国都》定を南京と明記し、初めて中華民国の首都を法的に確定させた。日中戦争時、小解析政権は、 戦局の悪化を受けて1937年11月19日に中央政府の重慶移転を決定し南京戦で南京が陥落する直前の12月11日に正式な戦時首都となったこの過程で一時的に武漢に中央政府が置かれている戦時中日本軍は小介石政権に代わる中国政府として1940年に 王朝明政権を樹立し、首都を南京に置く一方、北京にも河北政務委員会を設置した。両者は1945年の日本の降伏直後に、和解し、小解析政権は戦後処理が一段落ついた1946年5月5日に、首都機能を南京へと正式に戻した。終戦後、小解析政権は、戦時中に中断していた、 中華民国憲法の制定準備に取り掛かったが、その際に国土を南京とするか、北平とするかで激烈な討論が巻き起こった。1946年11月15日から南京の国民大会堂で政権国民大会が開催され、憲法の総案として1936年に国民政府が作成、発表した55件草が用いられた。総案では、 第七条で首都を南京としていたが、国民大会での議論を経て一度は北平に改められた。しかし、国民大会主席団の代表であった小介石が、国とは必ずしも憲法で定める必要はないと説明し、一度は国民大会を通過した第七条、中華民国、国と帝王北平を条文ごと削除してしまった。そのため、 中華民国憲法は首都に関する規定がないまま1946年12月25日に政権国民大会で承認され1947年12月25日に施行された。憲法の施行と同時に中華民国紛政時期約法も廃止されたため、これ以降中華民国は首都がどこかを規定する法律が存在しない状態になった。 もっとも国民政府は首都の所在地という名目的な問題を気にしている状況ではなかった。1946年頃から激しさを増していた内戦において国民革命軍がソビエトの全面的な支援を得た中国人民解放軍に次第に勝てなくなっていったからである。中華民国憲法は予定通り1947年12月25日に施行された。 しかし1949年1月には選挙区が決定的に劣勢となり、同年1月16日に国民政府は中央政府の所在地を南京から広州へ移転することを余儀なくされた。この時点でもはや国民政府に共産党の勢いを止める力はなく、1月31日には北京、4月23日には南京を人民解放軍に奪取され、 同年10月14日には甲州も陥落した。中央政府機構は陥落前日に所在地の甲州を辛くも脱出できたが、人民解放軍に追われるままに、重慶生徒と中央政府の所在地を次々と移転し、ついには1949年12月7日に大陸を脱出して台北へと移転することとなった。台北移転当初、台湾国民政府は、 全中国を代表する国家という立場から、台北戦闘を一時的なものとし、大陸反抗後に、再び中央政府所在地を南京に戻すつもりであった。この理由により、公式な首都は南京のままとされ、台北は事実上の臨時首都という扱いとなった。しかし、第二次世界大戦後の冷戦体制が確立されると、 両岸関係の劇的な変化を回避することを望む国際環境下で大陸反抗が絶望的になり1971年に中国代表権問題に関わる国際連合総会決議2758により国際連合における代表権を創出した後は中華人民共和国を全中国を代表する国家として政府承認する方針が国際的な主流となり 中華民国は外交上孤立していくこととなった。中華民国政府はこの状況下でも、全中国を代表する国家という立場を今日まで誇示し続けており、そのために事実上の首都である台北の扱いも臨時首都及び中央政府所在地のままとなっている。上記の政府見解を反映し、中華民国の小中学生向けの国定教科書でも、 南京を首都とした記載が続けられてきたが、台湾独自路線を追求する民意の高まりと、その結果の民主進歩党政権の誕生の結果の一つとして2003年版教科書からは、台北を首都とする記述が登場し、教科書における状況変化が見られる。しかし、首都、台北と表記した場合、一つの中国に基づく中国統一を望む中華、人民共和国が、 台湾独立政策の体現と認識して、圧力を生じさせる可能性を考慮して、教科書では、中華民国の中央政府は、台北にあるという間接的な表現をしている。2016年現在、中華民国教育部が編纂公開する、重編国語辞典では、首都と同義語の、国との項目において、南京を、国と台北を、中央政府所在地と解説している。 その一方、2016年5月に退任した馬英ゼン総統は、同年8月に母校の台湾大学で行った講演の中で、ここ、台北だと発言している。馬は、中華民国の首都について質問したソウル大学の学生に対し、1949年により、前の首都は南京だが,が、今は台北だと説明した上で、首都とは中央政府の所在地で、 その中央政府は現在台北にあると発言したという、以下は中華民国の中央政府の本拠地として機能した都市、町の一覧。ありがとうございます。